る栄光を示しながらあなたの頭上を回っている。それでもあなたは下を向いているのだ。間違いを犯したことのない人とは、何も新しいことをしていない人だ。愚かなことを言う者があっても、最後まで聞いてやらねばならない。でなければ、聞くに値することを言う者までもが発言をしなくなる。先日の稽古をもって、端となし、満日の稽古をもって、廉となす。チームプレーなんて考えなくていい。自分のために一生懸命プレーすればいい。結局それがチームのためになるんだから。愚かな人間はただ速いから100メートルに勝てると思っている。完璧に至るまでの99% の努力が必要であることを全く理解していない。最初から多くのことを成し遂げようとして極端な努力をすると、たちまちのうちに全てを放棄することになる。自分の力の足りなさを自覚し、知恵や力を貸してくれる他人の存在を知るのもいい経験である。正直に自分の無知を認めることが大切だ。そうすれば必ず熱心に教えてくれる人が現れる。後ろ向きなやり方ではとても生きてはいけないよ。わかるかい？前向きに進むんだ。毎日が新しい日なんだから。革新的なことをしているとたまに過ちを犯す。一番良いのはすぐその過ちを認めて次の革新を急ぐことだ。雨が降ってきたからって走ることはない。走ったって先も雨だ。人間が死ぬ時の言葉は美しいと言われているのも、人間は死ぬときは自分のことを考えず後のことを考えるからである。もしもこの世が喜びばかりなら、人は決して勇気と忍耐を学ばないでしょう。他人より優れていることが好奇なのではない。本当の好奇とは過去の自分自身より優れていることにある。大いに屈する人を恐れよ。いかに業に見えるとも言動に余裕と味のない人は大事をなすに足らぬ。大きな仕事とか小さな仕事とかそういうことには関心がない。
楽しい仕事をやる。ほとんどの人間は実のところ自由など求めていない。なぜなら自由には責任が伴うからである。みんな責任を負うことを恐れているのだ。人生における最大の栄光は決して転ばないことにあるのではない。何度転んでも起き上がることにあるのだ。やる気がないものに構ってやるのは義務教育まで。意志なき者は去るほかない。涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。不可能は小心者の幻影であり、権力者の無能の証であり、卑怯者の避難所である。挫折は過程、最後に成功すれば挫折は過程に変わる。だから成功するまで諦めないだけ。他人を押さえつけている限り自分もそこから動くことはできない。売っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。現代社会において最大のリスクは人生を後悔することだと思うんです。金銭的なリスクなんてある意味大したことはない。晴れた日は晴れを愛し、雨の日は雨を愛す。楽しみあるところに楽しみ、楽しみなきところに楽しむ。戦わずして勝ちを得るのは了承のなすところである。あなたが出会う最悪の敵はいつもあなた自身であるだろう。前向きのバカならまだ可能性はあるが、後ろ向きのバカは可能性すらゼロ。恥は若者にとって名誉であり、老人には屈辱である。常識を疑って考えてみる習慣をつけることが大事。常識と思われていることは意外と不合理なものが多い。一番憎むべき狂気とはあるがままの人生にただ折り合いをつけてしまってあるべき姿のために戦わないことだ。人間には不幸か貧乏か病気が必要だ。でないと人間はすぐに思い上がる。